撮ります。お、すごい。ありがとうございます。すいません、お越しください。いや、またまた浅草寺の境内でございます。焦ってましたね、結構ね。シロップと炭酸と、あと生しばらくレモンですね。作られた酸っぱさと甘さじゃないから、すごい体にすっと馴染むというか。本当に爽やか。お酒で割るとまたいいっすよね、多分ね。暑い時に、まあ、炭酸とか、ね、市販のジュース飲むと結構喉がベタベタしちゃうんですけど、これならその心配もないですね。すぎる。一瞬で飲み干してしまいましたが、ちょっとした、まあ贅沢っちゃ贅沢ですけども、体に優しい本当に手作りのレモネード、これはねいいですよ、はい、浅草来て暑い時期なんか特にぴったりです。おすすめでございます。